は、1970年代のロックグループ、トラフィックやカンで演奏を行ったガーナ出身の打楽器奏者である。リーバップクワクバーは、1944年2月13日に、ガーナのコノンゴで生まれた。1969年、バーは、ランディ・ウェストンのアルバム、アフリカン・リズムスに参加した。その後、1971年に、スウェーデンでツアー中だった。 イギリスのバンド、トラフィックと出会い、バンドに加入。アルバム、Welcome to the Canteen, The r o w Spark of High Heeled Boys, Shoot Out at the Fantasy Factory, On the Road, h o n ホエ Eagle Fries に参加した。1969年に、ニック・ドレイクの楽曲、3 Hours で演奏を共にした。これは、彼の死後に、リリースされた2004年のコンピレーションアルバム。 メイドーラブマジックに収録されている。1973年、オールスターによるエリック・クラプトンのレインボーコンサートに出演した。トラフィックが1974年に解散した後、1977年にリリースされたスティーブ・ウィンウッドのセルフタイトルのデビューソロアルバムで演奏した。また1977年には、元トラフィックのベーシスト、ロスコ・ジーと共に、 ドイツのバンド、カンに加わり、1979年に解散するまで、彼らと一緒に演奏し、アルバム、ソーディライト、アウトオブリーチ、カンに参加している。1983年、バーは、ゼハラというバンドでアルバムをレコーディングした。バーは、ジミークリフトのツアー中、1983年に、スウェーデンで公演中に、脳出血で亡くなった。彼の最後のソロアルバム、 メロディーズイン、A ジャングルマンズヘッドは未完成の状態でリリースされることとなった。ありがとうございます。